イオンモールプノンペンはカンボジアのプノンペンに所在する大型ショッピングセンターであるカンボジア発のイオンモールである2014年6月30日に正式オープンした各店舗となるスーパーイオンプノンペン店と約190店舗の専門店国内最大のシネマコンプレックススケートリンク約1200席を要するカンボジア最大のワールドフードコートやレストラン ヘアーサロン、リラクゼーション施設、アフタースクールなどで構成されるカンボジアで、最大規模となる地上を4階建てのショッピングモールである。イオンモールの調べでは、1号店の周囲5トル以内に、約70万人の人が住み、このうち月、収入400ドル以上の中間層の所得層が78%を占める。なお、開店記念式典には、 奮戦首相や同国を訪問した岸田文雄外相も出席した。21日からプレオープンし、週末の28、29の両日は1日約10万人強が訪れた。イオンの岡田元屋社長は、式典でカンボジアに根差し、最も愛される小売業を目指すと挨拶した。カンボジアでは5店舗程度の展開を見込んでいる。出店テナントの詳細は、カンボジアに、 初の本格的ショッピングモール誕生。イオンのカンボジア1号店、イオンモールプノンペン6月30日、グランドオープンセレモニーを、開催を参照。専門店には、日本のワコール、ワタミ、ノジマ、ダイソー、DHC、ヤマハなど、おなじみのお店も出店している。G 階食料品、フロア1階フロア、ライフスタイルゾーン、ビューティーゾーン、 キッズゾーンの3つのゾーンで構成されている。野島、ダイソー、ロックロック、ハローベベ、モニアメンバーアックス、IBC など、ザ・フェイスショップ、VDL、ホーリカ・ホーリカ、トニートニー、トゥークール・フォースクール、スキンフード、ザ・セム、DHC など、キッズ・パーク、コンビ、ネックネック、シャトー・デセーブル、ありがとうございます。